と思ったもんね。大丈夫だと思う。は書いてません。4年ぐらいかな。あれって本当にしとったんだよ。はいはい。4年ぐらい。でも何年高屋市なんとか。4年は高屋市なん。4年高屋市なんとか。とりあえず僕の中で叶わないと思うんですけど、うん、でかくないっていうよりでかくないこれ、これ俺が言ってなんかわからない。俺じゃねえよ。俺じゃない。いや、キュウリがでっかいからさ。僕じゃないと思います。うちもそうよ。上目じゃがちぎらんかったって。そんなことよ。どうですかね。だってこれじゃ、たまるよ。たまると思うんですよ。この状態じゃ。うんうん。たまると思うんですよね。うん、だって、この根の草だったら大丈夫よ。一回死ぬ先で決めた。うん。積もったな。明日、明後日。だって積まなかったら、多分正月、引きずってたら積まなきゃいけないってことなんじゃない。なるほどか。これ身の反応が鈍いってしか、やっぱ。ん、うん、積まないと太らないから、この品種は。上昇したかな。はい。またあのうどん粉に耐久性がないらしく、うどん粉がいます。よく見えた時ないな。一発やった。いろいろ考えてて、早かった。丸みの。丸みの。うん。それは海老原さんと教えてもらった。たまにダブルで来るんですよね。あ、来るよ。うん。積んでるからダブルも取れるから。そこまで待てないな。だって次伸びて下げるまでだから、取れるじゃない。この辺取れるじゃない。この辺はダブルになって心配だもんな、全然。でもあんまり匂いよろしくないなってやつ。こういう天候が続かん。やったらもう、マッチだと思ったけど、まあ、そうなんですよ。その、11月があまりにも強かったんで。いすぎたわね、嫌だ気としてはね。多分12月ダメやろなと思ったら、本当にダメですよ。なるほど、これで。やっぱ遅いしもんね。ベッドの葉っぱ見ないから言うよね。レッドはちらほらいます。うん。うん。うどんこのままちょっと心配だけど。そうなんですよ。うどんこちゃんがもう、やるんですよね。今ちぎり上げたところですね。うん。うん。で、品積んだやつが取り出せば、切ったあれかな。意外と流さん実を、たぶん。意外と流さない実を。長くない？流さない。流れんじゃろ？意外ともあります。今年はあんまり流れんよ。いや、これ天候が悪かったらダメやけど、今の時期までだよね。これ、こういう天候が。積まなきゃ流れるよ。流れる。これでいいらしい。うん、これ、もう目詰めるよね。ね。あの強く詰むのと、うん、目くら摘心するのとどう違うんですか。
その時をめくらって小さくても、これから小さくてここ、おお小さくてここ、そんな強くするんですか。小さく積んだらダメ。こうやって芯抜きしたらダメよ。あ、芯抜きやね。これが伸びないから。夏の間芯抜きしても大丈夫だよ。だからこれが適心栽培だって一緒よ。うん。小ずる孫ずる石管短かったら積んだ時に次の芽出にくいじゃん。出ても対価的な枝になっちゃうじゃん。うん。スッと長ければ積んだ時にスッと伸びたら伸びてたもん。まあ、でも一番は天気が、だから本当の例えば9月10月だったらこれでもいいよ。うん。芽バラに行くからって。うん。早く芽バラ行って、うん、大きい芽バラを、うん、でつけるだって、これだと芽が小さすぎるから、うん、ダメなんですよ。ああ。うん。あ、この場合はでしょ。うん。だからもう12月だから。もうあんまり小さく積んだらダメですね。年上げたらなおのことだ。何回ぐらい積むんですかね。うん、積む人は月1回だから6回7回。まあ年内に例えば4、5、6くらいでこう積んでる方は、うん、もう年内に3回積んじゃってるから。ああ、回転が早い。だから考え方としては年内は1世代で4個から6個取れればいいなっていうふうに割り切っちゃう。ええ人やだね。うん、1世代でね。ただ小づる積んだ時は雌花外さなくていいけれど、やっぱ今年のようなところ2回目からは雌花外した方がいいし、まあちょっと元気が良ければ植えだけでもいいんだけれど、今回保険かけてるから2個積んでるけど、だからこれ積んだ時ももう2個外すこと、2個外せば大丈夫。外せというか外したい。外せというか外したい。で、例えばこれでこっちなんか洗うでしょ。今度もし年上げて積もうとした時に今度増やせるんだ枝を、うん、手が回らないんだけど枝数を増やせばね、これからまたかけてきたら、そうそうすれば枝の数の調整もできるわけ。だから大きさで仮に抜いても増やすことは簡単にできるし、だから去年宮崎の村住の人は2月に積んだ時に3割今日増やしてるわけだよ。だから4月5月は5トンいってるから。ああ。4月は 5.3 ぐらいいってるかな。なるの当たり前ですもんね。そう。だから枝数を増やした方が後半はしっかり稼げる。ただ問題があってるでしょ。無駄な労力と値段とのあれ。安いのにこのスープいらないかっていうふうだったけど、取れなかったら安くてもまたお金取れないじゃん。だったらやめた方がいい。それはそうですよ。安くな利用でカバーするみたいな感じ、だからだったら早く切り上げて植え替える、夏取りにしちゃうっていう、その辺の経営の判断だよね。その時タイミング的な、これ倍にしたらまたこう洗濯場所にまた金かかる。うん、そうよ。ここへなったら一応かいな。うん。そうだから今だってあのね、ピアスのこれ2本伸ばせばいい話で、だから積んでない人も途中からたまに行けるよりももっと来ることあるじゃん。それ書かないで置いとくの下に。それより伸びたら上げていくっていうこと。なるほど。最低は何し、何でしょうと。いや、差も12です。12、うん、あ。12度セット？はい。うちばっかりね、一番最低。最低。いや、なんかね、鉄筋と同じような温度感じなかった。あ、本当。へ、うん、出されたんですよ。うん。もうちょっと上げてもいいんだけど。あ、そうなの。うん。もう
もうそろそろ実温で12度ぐらいまでしてっていいんだけど。あ、痩せたいなぁ。じゃあ、その、いやね、で俺は逆に上げられるわけよ。逆にこれ下げられるわけやわ。その辺の構えないよね。積んで、積んでちょっと上げないと、年末までに間に合わないよ。ああ、それもいいですよ。もともとはちょっと、正月もいっぱい積みれないといいな。ああ、そうなんだ。もうあと20日しかないんだからさ。そうですね。あとのお父さんのところやけど、うん、終わりや。